皆さんこんにちは。ウルトラマンブレザーオープニング主題歌僕らのスペクトラを担当します北谷博史です。ウルトラマンブレザーエンディングテーマブラックスターを担当しますマイデリンです。はい、いやまずやっぱ嬉しいですよね。はい、あのまあ男たるやというか、男に生まれたからにはやっぱ特撮ヒーローには憧れはすごいありますし、ましてやそのウルトラマン その主題歌を歌えるってなるとやっぱ気合は入りますね。本当に嬉しかったです。ありがとうございます。そしてそうですね、はい、私タイ出身の私にも、うん、あの子供の時から、うんうん、あの見てそうだった作品なので、あの子供にも大人にも勇気や希望を与えるウルトラマンのパワーを表現できるように全力で頑張っていくぞと思いました、うん。はい、みんなと一緒に歌っていただきたいっていうのもありますし、やっぱそのウルトラファンに喜んでもらえるように楽曲にしましたし、でみんなの心にいつまでも残るような、楽曲に、しました。そして私のブラックスターは、あの仲間とのコミュニケーションがメインテーマで、困難を乗り越える時に一番大事なのは仲間のことを信じること、そして仲間に自分のことを信じてもらうこと、そのためには怖がらないで友達とあのコミュニケーションを取りながら一緒に戦っていくぞというメッセージを込めた曲になってます。最後、あのブレザーの最後のとこなんですけど、光よ明日を導け、光よ明日を導け、諭すというか、もう願いをドーンと、ここの部分はやっぱね、一番魂込めたので、ここをぜひ聴いていただきたいと思います。そして私は、あのサビの前に、ダイヤモンドみたいに強い、閃光を解き放て、ダイヤモンドみたいに強い、閃光を解き放て、ここはあのすごいウルトラマンらしさや、あのパワーとかあの感じられるパートなので、歌ってる時も、自分自身も、強くなった気持ちになりました、うん。はい、もうブレイザーとともにね、オープニングもエンディングも一緒にも楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ね、あの今回のウルトラマンブレイザーもあのストーリーの面白さ、そしてアクションシーンのかっこよさは、うん、想像を超えるくらい素敵な作品になると思うので、早く世界中の皆さんに見てほしいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ウルトラマンブレザー放送開始まであと7日。明日のカウントダウンメッセージは春のレッツ役を務める加藤雅也さんです。お楽しみに。